ベヤ。ベヤ、VJA は、ビザの日本におけるメンバーの一つである。本記事においては、オムニカード協会、ベヤ株式会社、オムニカード株式会社についても記述する。なお、便宜上、ベヤの名称は特に断りがきのない限り、ベヤオムニカード協会両者の総称として使用する。ベヤオムニカード協会ともに、 独自のロゴマークが存在するが、加盟店では使用されず、ビザ及びマスターカードのロゴを使用、前者は公式サイトや、ベアギフトカードで、後者は公式サイトや、クレジットカードの裏面で使用されている。1968年に、当時の住友クレジットサービス、現在の三井住友カードが、米バンクオブアメリカと提携し、同年に、 住友国際カードを発行したことが日本におけるビザ普及の布石となる。1 9 8十年2月に当時の住友クレジットサービス、現在の三井住友カードが国内外共通の住友ビザカード、現在の三井住友ビザカードを発行した。そしてよりスムーズな事業展開のため、同年五月に日本におけるビザの統括機関として、 ビザジャパン株式会社が設立された。1983年9月に同社をビザジャパン協会へ改組し、2006年4月に現在の名称に変更した。1989年、大手クレジットカード会社による国際ブランドデュアル化の流れに対応し、マスターカードを取り扱えるようにするために設立される。しかし、主力商品であるビザの補完的な位置づけにあり、 積極的な宣伝等は行われていない。マスターカードの加盟展開法が完全に機能するまで、暫定的に UC カード株式会社と提携の上、UC カードのロゴをカード表面に表示していた。なお、オムニカード協会発足以前より、UC カード、DC カード、ミリオンカード、UFJ カード、MUFG カードといったタグループへの並行加盟により、 マスターカードを取り扱っていたケースも見られる。2016年3月18日にオムニカード協会のウェブサイトが開設された。加盟者一覧にはビザカード、ベアしか発行していない会社も含まれている。ベアオムニカード協会に加盟している各社の一覧、名称末尾にマークがあるものはマスターカードを取り扱っている。ベアグループでは ベアグループに共通するサービスと各社が独自に提供するサービスが存在する。ここでは、ベアグループに共通するサービスについて記述する。サービスが大幅に異なる三井住友トラストクラブ株式会社については、三井住友トラストクラブの項目を参照。支払い金額の紹介や支払い方法の変更などをインターネットで行うことができるサービスである。 ベアグループのうち、三井住友トラストクラブを除く各社の会員が利用することができる。また、天馬やカードサービス株式会社など、三井住友カードが業務代行する各社の一部でも利用することができる。なお、モバイルベパスは2018年5月28日をもって終了した。ただし、三井住友カード株式会社は、 同年5月21日に終了している。別パスで提供される情報を閲覧することができるアプリケーションソフトウェア、モバイルアプリケーションである。iOS9.0 以降及び、Android 5.0以降に対応する。三井住友カードでは2014年3月19日から、Android 版が提供され、後に iOS 版が提供された。 2015年11月16日にリニューアル。ベアグループでは2016年6月29日から提供された。なお、三井住友カードが提供する三井住友カードベパスアプリとベアが提供するベアグループベパスアプリは別物であるので注意する必要がある。海外の主要な都市に設けられている電話サービスで現地のホテルやレストランの紹介、予約、 交通機関の案内や、クレジットカードの盗難対応、医療案内などに日本語で利用することができるサービスである。業務は、ツーリストインターナショナルアシスタンスサービス株式会社、及び株式会社 JTB グローバルアシスタンスに委託している。ベアグループのうち、三井住友トラストクラブを除く各社の会員が利用することができる。また、株式会社、 NTT ドコモ、株式会社ゴールドポイントマーケティング、ポケットカード株式会社、ビザに限る、JFR カード株式会社、ビザに限るの会員もそれぞれ利用することができる。ツーリストインターナショナルアシスタンスサービスに業務を委託し提供する旅行の予約、手配サービスである。電話で申し込む形となるが、料金が最大5%引きとなるのが特徴である。 提携しているホテルに有待料金で宿泊することができる。電話で予約する際に VJ ホテルステイプラン利用の旨を伝えるだけで利用することができる。日本ロードサービス株式会社と提携し提供するロードサービスである。ベアグループのうち、三重銀カード、企業カード、九州カードなどが取り扱っている。なお、三井住友カードは 株式会社安心ダイヤルと提携し、三井住友カードロードサービスを提供している。タクシーチケットである。20枚綴りで発行手数料は、税抜き300円。プラチナカード、ゴールドカード、プライムゴールドカード、ヤングゴールドカード、エグゼクティブカードの会員は無料。ただし、同じ部屋にあっても、三井住友カード以外の多くのカードでは、ビジネスカードのみのサービスとなっている。 三井住友カードがアジアの金融機関と設立したグロブパスのサービスを利用することができる。なお、ベアグループはグロブパスの日本における活動を推進するグロブパス推進協議会に参している。プラチナカード、ゴールドカード、プライムゴールドカードの会員が利用することができるサービスである。また、セディナが発行するプラチナカード及びゴールドカード、 ビザ及びマスターカード限るの会員、一部を除くも利用することができる。次の空港をその他飛行場に設けられたラウンジを利用することができる。ベアグループのうち、三井住友トラストクラブを除く各社が採用するポイントサービスである一部の提携カードを除く。クレジットカードのショッピングの利用額が1000円ごとに1ポイントが貯まる。追加カードサービス。 一部を除くを用いるショッピングの利用でも同様である。ただし、次の特定加盟店での利用は、ポイントの付与の対象とはならない。また、提携カードなど、独自のポイントサービスが導入されているカードでは、ワールドプレゼントの対象とならない場合がある。情報誌として、以下の3種が出版されている。年間定期購読料は、税抜き3059円。 晴れ予報は税抜き2500円で1年に10回配本される。ただし、プラチナカード及びゴールドカード一部を除くの会員には無料で送付される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。